4年間本当にお疲れ様でございました。はい、ありがとうございました。まず木下監督ご自身の今のお気持ち、心境というのはいかがでしょうか。なんか大学を卒業した感じがありまして、4年間、大学には行かなかったんですけども、はい、まあそんな感じでね、本当に4年間支えてもらったということで、ファンの方には本当に感謝したいですし、選手の方もね、皆さんも、この球団関係者の皆さんにも感謝しました。ご自身の中でやり残したことといいますか、悔いというのはいかがでしょうか。そうですね、悔いというか、もう日本一というのをね、常に思ってましたしね、それが4年間前でできなかったということで、まあ、ちょっと残念ですけど、ね、改めまして、北海道日本ファイターズというのは、どんなチームだなと、今、思いますか。いや、宇宙人もいるしね、本当に面白い選手もたくさんいるんで、ね、まあ、個性が ある選手がたくさんいますのでね、それを一つに束ねるのは難しいんでしょうけども、やりがいがある。面白いチームだったと思います。はい、ダルビッシュ選手とか中津選手とか何かこう最後お話しされたんですか。みんなと昨日握手をして、全ての選手に話はできなかったんですけどね、まあ、ダルには今度インタビューね来た時に今度対応してなかった、はい、まあ、中田翔にもやっぱある程度ね、自分の感性を持ってというかね、力を変えるようになって、信念を持ってやったらどうだというアドバイスというかね、多分聞いてくれないと思うんですけど、これからまた最後の選手に、ね、熱い声援を送って勇気づけてあげてほしいなというふうに思います。ありがとうございました。